勝利をこの手に。誰をも魅了し心を奪う希望の星が誕生する、ホープフルステークス。虎視眈々と上位を狙っています。3番人気はウイニングチケット。この評価は少し不満か。2番人気はこの子、アグネスタキオ。さあ今日の主役はこの馬娘を置いて他にいない。1番人気メジロマックイーン。私が一番期待している馬娘、気合い入れてほしいですね。各馬娘ゲートに入って体勢整いました。スタート。各馬娘揃って綺麗なスタートを切りました。みんな集中してましたね。好レースが期待できそうです。先行争いは14番、13番、16番、メジロマックイーン落ち着かない様子。ちょっと前に出ましたね。期待通りの結果を出せるか。1番人気メジロマックイーン。先頭集団を見ていきましょう。1コーナーから2コーナーへ向かう。さあ激しい先行争いで前に出たのは16番、2番手の位置で先頭を伺うのは13番。早くも激しい競り合い。少し離れて14番、外を回って18番、5番手メジロマックイーン、2馬身差当選状だ。1馬身差8番、1馬身離れてウイニングチケット。内から内からアグネスタキオ。1馬身離れて5番、そして内目をつきましては2番、6番、外から行く。そしてその後ろから行くのはゴールドシップ。向こう上面に入って先頭からしんがりまでおよそ11馬身。そしてここで先頭は13番。続きました。夏日のきらめきのもと、あなたと過ごす夏はきっと美しいものですわ。3番手には16番、後ろメジロマックイーン、さらに当選状だ。そしてその後方には8番、少し後ろから18番、ウイニングチケット。外から行く。少し離れてアグネスタキオ。外ゴールドシップ。少し離れて5番、少し後ろから4番、6番、並んできた。さらには11番。そしてその内から行ったのは2番。第4コーナーを進んで直線へ向かう。勝負どころ、最後の直線へとかけていきます。まだ先頭は動かない。これは直線勝負になるか。最終コーナー、先陣を切ったのはメジロマックイーン。メジロマックイーン、花を進むメジロマックイーン。先頭はメジロマックイーン。これは強い。200を通過。ウイニングチケット、食らいついてゆく。ボイスがあるウイニングチケット。メジロマックイーンリードは1馬身。メジロマックイーン今1着です。ゴールイン。メジロマックイーン一等星の輝きを見せ、クラシックへとつながる道へ第一歩を踏み出した。2着はウイニングチケット、3着はゴールドシップ。特別に大粒いちごのかき氷を。